困ったことになったわ。皆さん、ごきげんよう、四国メタンです。偶然耳にしてしまったのですけれど、どうやら私のエッチな画像が、ネットで拡散されているらしいのですわ。もちろん私自身はそんなエッチな画像をアップした覚えはありません。きっとどこかのスケベな人たちの仕業に違いないわ。いやらしい。私のエッチな画像で性欲を刺激して、エッチなことをしているんだわ。いやらしい。でも、実際のところどんな画像なのかしら？いや、想像したら私までエッチな気分になってきちゃったじゃないの。確認する必要がありそうね。というわけでつむぎちゃんのパソコンを借りることにしたわ。出かけてくるから自由に使っていいよ。早速検索っと。これは、なんてエッチなの？エッチが4つもついてるじゃないの。いやらしい、いやらしいわ。こんなエッチッチな画像が拡散しているだなんて、もうやだ。みんな、メタンのことをこんなエッチな目で見ていたのね。説明書きには、メタン、最も簡単なアルカン、とあるわね。アルカンって何のことかしら？検索してみましょう。炭素原子間の結合が全て単結合である挿し木飽和炭化水素、メタン系炭化水素とも言う。結合とか鎖とか、なんかいやらしいわね。メタン系ってことは私のことだと思うけど。いやー、さっきよりももっとエッチな画像が出てきたわ。エッチがこんなにたくさん。メタン、エロいメタンのことだわ。いやんいやん、ハレンチ、やだー。どんどんもっとすごいのが出てくるわ。私ってこんなにエッチだったんだ。ところでさっきから気にはなっていたんだけど、この真ん中の C っていうのは何なのかしら？うん、チンチンか乳首かな、それとも栗かも。いずれにしろきっとエッチな隠語に違いないわね。はあ、またいいのを見つけてしまったわ。痴漢反応だなんて漢字を間違えているあたり、きっと海外の変態さんの作った二次創作ね。私に痴漢したくて仕方ないんだわ。いやらしい、いやらしいわ。メタン、困っちゃう。メタン